パリ五輪で裸に見えた NHK 中川アンナーな局内での意外な評判と独立の可能性。8月12日に閉幕式を迎えるパリ五輪アスリートたちの激闘の裏で物議を醸した数々の疑惑の審判や水質問題で危険者の出たセーヌ川、そして避難合々だったクーラーなしの選手村。 写真、物議を醸した中川アナのベージュインナー。多くのトラブルに見舞われた中で、競技外で日本の視聴者から多くの注目を集めたのは、NHK の中川アンナアナだろう。NHK は、開会式の様子を元体操選手の内村公平氏や女優の京祖とともに中継しましたが、そこで進行役を務めたのが中川アナでした。この時の、 中川アナの服装が物議を醸したんですよ、芸能記者。ベージュのインナーに白いジャケットを着用した中川アナ。清楚でスッキリとしたスタイルは何も問題ないように思えるが、ベージュのインナーが肌に同化して見えてしまったんです。しっかりと見ればリブも入っていますし、ややオレンジがかった色合いをしています。ただ、 誰もが大きなテレビで食い入るようにチェックしているわけではありませんからね。チラリと見た程度では確かに肌のように感じられました。ネット上では裸かと思った品がないといった批判的なコメントもありました、当然。そんな中川アナの局内での評判はどうなのか。かなりポジティブで自己肯定感が強い印象です。今回、 こうした悪目立ちをしてしまって、一躍名前が知れ渡ったわけですが、本人はジャーナリスト志向が低いので、今後もスポーツ番組で、いわゆるはずらつかいい子ちゃん枠で起用されていくでしょう。報道番組で起用される機会は少ないと思います。そういう意味では、今回の事件も、本人とってプラスなのではないでしょうか。NHK 局員。 別の NHK 関係者はこう語る。見せ場と思った部分は熱心に勉強して力を入れるけど、それ以外はうまく乗り切る。容量のいい人という感じですね。気さくでコミュニケーションは取りやすいですよ。直接会って悪い印象を抱く人はいないと思います。全室の芸能記者は、今回中川アナが話題となった別の要因について語る。 中川さんのインスタグラムには胸元の開いた服やボディラインがくっきりとあらわになるようなニットを着た写真が数多く投稿されているんです。そこで一部の視聴者は今回の服装にあざとい糸があったのではないかと疑っているんです。当然。五輪中継で人気者になれば当然 NHK 以外からも注目が集まる。その先には NHK ではよくあることですが、給料が民放より低いことや、独身の方が仕事の負担が大きいなど、局内での待遇について愚痴っているという話は聞いたことがあります。NHK からの独立思考はあると思いますが、どこまで覚悟が固まるかどうかですね。今回の一件でフリーアナウンサーとしてやっていけると気持ちが固まれば十分あり得ると思いますよ。 全室の NHK 関係者。実現すれば各局で攻めた衣装を披露してくれる。